こんにちは、みょうかです。今日は母の日のカーネーションを描きます。少しリアルな花です。簡単な花は先日アップしたのでそちらも見てください。花びらから描きます。花びらは中心から描きまして、それを 1,2,3,4,5 と頭で考えながらギザギザを描いていきます。中心から丸く同じぐらいの大きさで描いていきますので、一つ覚えたらそんなに難しくないと思います。だいたい5列ぐらい描きます。真正面に向かっている花は全体に正円になるようにします。少し上を向いている花は手前を大きくするか段を増やします。そうすると少し上を向いている花になります。もう一つ描いています。これも同じように 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 とギザギザを入れながら描いてください。中心から描いていきます。本物の花と同じぐらいの大きさで大きく広がるように描きます。丸く太陽の光が広がっているような感じに描いていきます。細い筆を持っていなかったら鉛筆で描くのでもいいと思います。この上に水彩をかけていきますので、描きやすいペンか鉛筆で線を描いていってください。一つだけ横向きの花を描きます。横向きの花はだいたい扇のように広がっています。ですので最初に下の線を描いておいてから、それから、半分だけ上に向かってやはり同じように 1,2,3,4,5 とギザギザを入れながら描いていきます。だいたい描き終わったら茎も描いていきます。カーネーションの花の特色として、横から見ると根元のところが、細長くなっております。これが特色ですので、これは少し長めに描いてください。それと茎も描きます。一つ一つの花に一本の茎がありますけれど、どこから出てどうつながるのか考えて描いてください。途中で花に隠れますけれど、花に隠れた茎がつながるように描いてください。次に葉を描きますが、このようにカーネーションの特色として波のように優雅なウェーブになっております。波のように描きます。それともう一つはくるりんと下を向いているような葉もありますので、それも描いておきます。下に行くに従ってくるりんとなってます。これはバランスを見て自由に描いてください。左右が、右左と同じ位置から出ておりますので、互い違いにならないようにしてください。次にオリボンです。オリボンは、中心を四角く描きまして、それから右と左同じ大きさで描きます。オリボンのシワも入れておきます。次に結んでない方のリボンなんですけれど、優雅に流します。どの辺に流すかよく考えてふんわり描いてください。この
三角に切ってある部分は、少し弱めに描くといいと思います。リボンに合わせて茎のところも描き足しておきます。線描きは次に細い線を描いていきます。細い線はちょうど花びらと花びらの影になるところ、そこに、線を入れていきます。最初に描いた線よりもさらに弱く、もしくは細くして、花びらと花びらの影になるところに、半分、花びらの半分ぐらい線を描いていきます。こうすることによって立体感が出ます。横向きの花びらも描いています。ちょっと調整しました。これで線画が終わりです。次に色をつけていきます。色なんですけれど、ちょうど今描きました花びらと花びらの下になる部分を見つけて塗っていきます。こちらはピンクっぽいカーネーションなので、ピンクを使いまして、花びらの先を残して花びらと花びらの、下になる部分ですね、そこに色を入れてきます。隣の花びらはもう少し赤い色にしてます。同じように花びらと花びらの下を塗っていきます。だんだん立体的になっていきます。わざと花びらの先のところは白く残す塗り方ですので、あんまり全部塗りつぶさないようにします。軽く塗っていけばいいと思います。全部塗りつぶさなくても軽く塗ることで水彩っぽい感じも出ます。花びらは3段階で塗っていこうと思ってます。今中ぐらいの色を塗りまして、今度はそれよりもっと薄く しましたピンクで、周りを塗っていきます。ただし花びらの先の部分が少し残るようにしていきます。少し白が残るように、先ほどの濃く塗った部分の、周りを塗っていきます。どの花も3段階の色調で塗っていきたいと思ってます。これは一番薄い色を使ってます。塗り終わりましたら、今度は結構筆の先に濃い色をつけまして、それで影の部分の部分部分を、一番濃いと思われるような部分を少しずつ色を入れていきます。そうすることによって3色使い分けておりますので、花に変化が出て立体感がさらに増していきます。同じピンクでオリボンも塗ります。最初にピンクを塗ります。全体をピンクで塗りますけれど、これも隅から隅まで塗らないで結構です。少し白が残ってて構いません。それからこの濃い赤を使いまして、影の部分
を塗っていきます。その時このリボンが、ウェーブになってますけれど、これが変化がつくように塗っていきます。次に茎の部分、緑の部分を塗ります。これは2段階で塗ろうと思ってます。最初に明るいグリーンで茎を塗りました。今濃い色を作りまして、ここに塗っていきます。やはり濃い色を影になるところ、重なってるようなところを目指して塗っていきます。それから葉はウェーブになっておりますので、リボンと同じように扁平にならないように部分部分を塗っていきます。ウェーブがウェーブらしくなっていきます。だいたいできましたので文字を入れていきます。文字を入れる場合、せっかく繊細に綺麗にお花ができましたので、あんまり太い線で、太いマジックなどで描きますと雰囲気が壊れてしまいますので、細い筆や細いペンで描いてください。そうすると絵に馴染むと思います。一つだけハートを入れました。はい、出来上がりました。簡単に描けるでしょ。皆さんも描いてみてくださいね。これを額に入れてお母さんに差し上げるときっと喜ばれると思います。飾るのにも華やかでいいと思いますよ。額は100均で買ってくださいね。毎日更新してますので、ぜひまたいらしてくださいね。皆さんのコメントやチャンネル登録もお待ちしてます。それではごめんください。